ばんは、店長です。待ち針使いたくないボリューム5、今日はこいつでやっていきます。昨日コメント欄で、ナミさんがですね、これめっちゃいいよっていうので教えてくれたんで、やっていきますね。ちょっとノーカットでいくんで、ちょっと長い動画になっちゃうかもしれないけど、ノーカットでいきますね。まずポケット口を作りますね。アイロンして、おっと、もう一回折って、はい、ここ縫います。縫えました。そしたら今度は1センチでずっと折っていきます。はい、折れました。そしたらここからね、こっからこいつを縫っていく。ちょっと塗れば OK ね。はい、そしたら目打ちの位置にこれを合わせる。だいたいこの辺にちょっと下を置きましょうか。はい、置きました。そしたらアイロンね、でこうやって乾かした方が針につきにくいと思う。はい、 OK。 そしたら縫っていきます。はい、縫えました。全然ね動かなくてめちゃくちゃ縫いやすい。ナミさんの教えてくれたこの方法めっちゃいいと思う。でね、針も全然ねベタつかない。この前の接着両面テープはやっぱしつくよね、針にね、ベタベタで。取ればいいけど、まあ取るのめんどくさいんで、この方法はめちゃくちゃいい、おすすめ。ぜひやってみてください。店長でした。